写真拡大。阪神の青柳晃弘投手、25は19日、先発する20日の DeNA 戦、京セラに向け、甲子園で行われた投手指名練習に参加し、キャッチボールなどで調整した。チームは連敗中だが、託されたマウンドでやることは変わらない。先発としての仕事を果たし、自身初の規定投球回到達へ向けて3連戦の先陣を切る。連敗していても、連勝していても、自分の仕事は自分の仕事。チームは勝っていない状況ですけど、その中で僕が勝てれば、チームにいい流れになると思う。チームは首位巨人に3連敗を喫し、地元へ戻ってきた。逆転 CS へ向けてこれ以上、沈むわけにはいかない。右腕は平常心を強調しながらも、カード頭を任されるものとしての責任感と覚悟を持ち、一戦に臨む。今季4度目の対戦となる DeNA 打線。過去3試合すべてで本塁打を被弾している。一発で点を取られるというイメージは多いので、厳しいノルマだが、勝ち続けることで望みはつながる。最後まで投げ切って、チームに貢献できたらなと思います。まずは連敗ストップの白星をつかみ、チームを勢いづかせる。